ビョルン・エングホルム、ビョルン・エングホルム、ビョルン・エングホルムは、ドイツの政治家。ドイツ社会民主党所属。1988年から、シュレス・ビヒホルシュタイン州首相を、1991年から、スピード党首を務めたが、1993年に、スキャンダルで、州首相と党首を辞任した。リューベック出身。 国民学校での中等教育を修了後、インジ校の修行を経てドイツ社会民主党系の地元市に就職。働きながら、ハンブルク大学で政治学を学び、1962年の卒業後は中等教育の現場で教壇に立った。同年、スピードに入党。1964年に芸術家の女性と結婚し、次女を設ける。 1969年、地元リューベックから出馬してドイツ連邦議会議員に初当選する。1977年、ヘルムート・シュミット内閣で教育、科学省政務次官となる。1981年に教育、科学省に就任。1982年9月にスピードと連立していた自由民主党が連立を解消して閣僚を引き上げたとき、 エングホルムは、臨時に、食料、農林大臣を兼任した。しかしこうした少数与党のあがきは報われず、2週間後に、シュミット内閣は、不信任決議で倒された。1983年、連邦議会議員を辞して、スピードの州首相候補として、シュレスビヒホルシュタイン州議会選挙に臨むが、現職のウベバルシェル州首相率いる。 ドイツキリスト教民主同盟が過半数を維持した。この選挙で、エングホルムは、同州の衆議会議員となり、次の1987年衆議会選挙では、投票日の直前にバルシェルギー国が発生した。スピードは、衆議会第一党となったが、過半数の連立を構成できず、第二党の CD も同じ状況だった。この結果、解散して、 翌1988年5月に、再度衆議会選挙が行われ、スピードが単独で、過半数を獲得し、エングホルムが、州首相に就任した。同年には、連邦参議院の議員となり、11月からの1年間議長を務めた。スピード党首、ハンスヨッヘン・ホーゲルが恒例を理由に優退すると、1991年5月に、ブレーメンで行われた。 党大会でエングホルムが党首に選出され、1994年に予定される連邦議会選挙に連邦首相候補として臨むことが決まった。ところが1993年になって、1987年のバルシェル事件に際して、エングホルムが調査委員会で偽証していた疑いが浮上する。選挙直前にバルシェル側の不正工作が発覚したのは、 側近のファイファーが暴露したためである。そのファイファーに、エングホルムの側近が選挙前から接触し、後で大金を支払っていたことが発覚し、ファイファーを二重スパイに使っていた疑いが浮上した。エングホルムは、これまで、議会の調査委員会などを通じて、投票当日まで不正工作を知らなかったとしていたが、責任を追及され、5月に入ると偽証を認めた。 こうして、5月に、エングホルムは、シュレスビヒホルシュタイン州首相やスピード党首などすべての公職を辞した。1994年には、シュレスビヒホルシュタイン州議会議員も辞任し、政界から引退した。以後は、教育機関の名誉職やエネルギー会社の監査役などを務めている。ありがとうございます。